その現象にある場所の一つがこのヴェストヴァルト村というわけね。すごくのどかな村ですね、ネルケ様。本当に何もないところ。ここから発展させるのは至難の業ね。まずは村長さんに挨拶をしないと。村長様に？ですが今日からここを管理されるのはネルケ様ですよね。まあね。でも村長さんは住民の皆さんの取りまとめ役なの。管理官は異動もあるから住民側で代表を立ててもらっているのよ。なるほど、そういうことでございましたか。すいません、あんたがネルケ様ですかい？はい、そうですが、あなたは？申し遅れやした。あっしはこの村の長を務めとりやす、クノスと言いやす。ヴェストヴァルト村へようこそ。さあさあ、ここがお二人に住んでいただくお屋敷でさ。あー、すごく立派なお屋敷ですね。こちらの区画を見ていきましょう。建てるものを考えなくては。どこに建てましょう。
設を開始いたします。こいつでどうだい？なかなかに立派なもんだろう。ことなら俺に任しときな。ありがとうございます。これからも頼りにしますね、アゲルさん。それじゃあ今日はこれくらいにしましょうか。そんなに根を詰めてもいいことはねえですから。パメラも今すぐ店の準備をしたそうにしてやすしね。あら、バレちゃった？お気遣いありがとう。それじゃあ今日はこれで。皆さん、どうや、任せて。失礼いたします。ごいよし、はい、天気のいい日はこちらでお昼を取るのもいいかもしれませんね。何か使えるものがあるといいのだけれど。取っておきましょう。さすがでございます。こちらをご確認ください。どれを立てようかしら。どこに立てようかしら。あとは完成を待つのみね。何を栽培しようかしら。どの建物を建てましょうか。場所を選択しましょう。これで決まりね。どれを採
たしますか。どちらになさいますか。施設の状態はと、どちらの商品にいたしましょう。ネルケ様、ここまで来てもいないということは、この辺りは見晴らしもいいから子供の頃はよく遊んでやした。これなんかどうです。何か使えるものがあるといいのだけれど。疲れやした。あれは魔物ですな。ネルケ様、ミスティ、クノスさん、行きましょう。全力で行きやすせ。この辺りはどうなっているのかしら。どれを建てようかしら。場所を選択しましょう。これで決まりね。
ユウ。来ますので、ご指示をお願いしますね。拾います。Hush!
余裕でさ。ネルケ様のことはあっしが守りやすので、お任せください。全力で行きやすせ。生きれるかしら。どなたにお願いしますか？オッケー、あたしの出番ですね。調合の依頼でございます。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。了解。それじゃあ報告いたします。
Thank you.